キングプリンス平野氏を料理できるキャラに困惑。メンバーの証言に意外な展開。キングプリンスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスル。日本テレビ系が8月6日に放送され視聴者を魅了しました。 この回ではメンバーのキシユ平タ、ヒラ神宮寺ウ、太が茨城県にある道の駅で開催された道の駅産品クッキングという企画に挑戦しました。彼らはご当地食材産品を使ってオリジナルレシピを開発するという内容で道の駅がある茨城県が食材の王国として知られていることに驚きました。 特に平野は茨城県産の食材について知識がなく、茨城県産のもの見たことがないと言ってしまいましたが、神宮寺はプライベートで3回訪れたことがありました。平野はこの企画に初参加し、料理ができないと嘆きつつも、なんかわかんないっすけど、僕、料理できるキャラになってるんですけど、偏見ですからね、と自己主張しました。 しかし、騎士と神宮寺によると、平野の料理できるキャラは自らが言い出したものだとのことでした。一時期料理できると言ってた、よ言ってた時期はあったからそれが染みついてるのかも、と騎士が反論すると神宮寺も同意しました。なぜか平野は芸能人としての発言に気をつけるよう騎士を励ましました。 彼らの挑戦は茨城県日立市にある道の駅日立お魚センターで行われました。テーマは3品炊き込みご飯でメンバーは3つの具材を選んで炊き込みご飯を完成させることになりました。台風の影響で魚の得れない状況であったにもかかわらず、神宮寺は余裕の表情を見せました。 これに対し、焦りを感じていた平野は驚き、なんでそんなに自信に溢れてるのと尋ねました。すると神宮寺は、俺、料理案内から逆に自信に溢れてると思う、とどや顔で答え、平野は逆にの使い方間違えてる、と突っ込みました。 平野が最初に目をつけた食材である海苔の佃煮には神宮寺も興味を持ち、二人でじゃんけんで使用権を争いました。結果、神宮寺が勝利し、平野は落胆しましたが、それでも海ぶどう、数の子、イクラというプチプチした海の食材を選び、自信満々の表情を見せました。可愛くないですか見た目。JK 絶対喜びますよ。 と自身の料理名であるプチプチ JK を明かし、12月に予定控えてるから原宿に店オープンする。JK が喜ぶの目に見えてる。と自信たっぷりに話しました。しかし、平野の醍醐さんはいくらが加熱すると白っぽく変化し、食感も変わるということでした。 炊飯前は鮮やかな赤色だったイクラが炊飯後に真っ白に変わり、平野は集合体恐怖症だから鳥肌がやばい。とんでもないものを作ったな、と自身の料理に戦慄しました。しかし意外なことに一口食べてみると何もプチプチしない。味は美味しい、と驚きの仕上がりでした。一方、 神宮寺はマダイとハマグリ、海苔の佃煮の炊き込み、ご飯を作り、騎士はマグロチーズ、伊勢エビ、イカの塩辛の炊き込み、ご飯に挑戦しました。最終的な判定はスタジオのマックである劇団一人と長瀬角、高橋山が行いました。試食の結果、劇団一人は平野の炊き込み、ご飯を選び、長瀬と高橋は神宮寺の炊き込み、ご飯を一番に評価しました。 平野は2位となり、喜びを爆発させました。この放送に対して視聴者からは、自分の料理の仕上がりに鳥肌立ててるの笑った、なんだかんだ言って、平野くんはやっぱり料理の才能ありそう、集合体恐怖症で大爆笑、といったコメントが寄せられました。以上のように、キング・アンドスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスルが8月6日に放送されました。 メンバーが道の駅でオリジナルレシピを開発する道の駅産品クッキング企画に挑戦しました。彼らの意外な料理の結果に視聴者からは笑いや驚きの声が寄せられました。